はい、以前の動画で楽天モバイルの、新規契約とかテザリングの使い方を解説したんですけど、今回は一つのスマホに楽天モバイルと UQ モバイルのスマホを入れて、ちょっと使ってみようかなと思います。2台持つっていうのはね、結構物理的にガサバるんで、まあ1台にまとめられるならまとめてみようかなってことで、 OPPO Reno7 に、この UQ と楽天の SIM を入れてみようと思います。もちろんこのスマホは、デュアル SIM 対応です。で、まあもちろん今まで使っていた Zenfone もデュアル SIM 対応なんですけど、こっちは、デュアル SIM、 デュアルボルテでできるということで、 DSDV ということで、まあ今出てるスマートフォンの中じゃ結構最先端なのかなと思います。はい、今ね、SIM が2枚入った状態で起動して、上に電波マークが2つついてて、ボルテも1、2両方、ちょっと見にくいんですけど、ボルテが1、2ってなってるんで、通話は2つの SIM でできる状態です。で、通話する場合は、楽天と UQ モバイルどっちで通話するかっていうのは、発信するときに選べるような状態になってます。完全に楽天あるいは UQ モバイル片っぽだけっていう風に限定することもできます。インターネットについても楽天でやるか UQ モバイルでやるかっていうのを選べるようになってるんですけど、UQ モバイルでインターネットをやるってなった場合、インターネットに接続されていませんという状態になっていて、このスマホに、UQ モバイルの通信をやろうとする場合は設定をやんないとインターネットは UQ モバイルにつながらないようになってます。アクセスポイントを設定し直さないと、まあこれ楽天のスマホだからっていうのもあって、アクセスポイントが楽天しかない状態なんで、ここから UQ モバイルを、SIM の設定をしていきます。14メガです。UQ モバイルで。UQ モバイルの場合は、アプリケーションの方で高速低速切り替えができるので、今現在高速モードでの状態で14メガ。SIM を楽天に切り替えた状態で速度測定してみます。はい、7.5 メガですね。まあ、そんなにちょっと今早くはないのかなって感じですけど、これはおそらく楽天リンクは楽天モバイルの電波じゃないとできないはずなんで、これを UQ モバイルに切り替えて、楽天リンクでも通話できますね。で、楽天に切り替え、楽天リンクに切り替えたらネットワーク品質がちょっとだけ良くなりました。ぶっちゃけこれ楽天リンクが楽天の電波じゃないと使えないかどうかっていうのは、あんまり調べたことないんですけど、 UQ の電波でもできますね。ああ、これちゃんと出てきますね。今 UQ モバイルデータ使用量はそれぞれ楽天か UQ モバイルでいうふうにこれぞれ別で表示される、別でカウントされるんで混ざっちゃうってことはないですね。で、着信はそれぞれどっちの SIM に電話がかかってきてるかっていうのはここの画面に出てくるんで、もし電話をする場合はね、なんで、まあその辺も不便ではないかなとは思います。はい、
UQ が繋がんなくて繋がりにくくて、こういう時は逆の現象が起きました。楽天モバイルの方がなぜか速いスピードが出て UQ が遅いっていう謎の現象が起きました。まあそんなことはほぼほぼなかったと思うんですけど、うん、なんかこんなこともあります。はい、なんでやっぱデュアルにしとけばちょっとその辺を両方賄えるんでいいかなと思います。あの格安 SIM と楽天モバイルだったらデュアルでもいいかなと思います。完全にもう三大キャリアを使ってるんであればこんなことはないと思うんですけど、片っぽが楽天、片っぽが格安 SIM の場合はこういうことがあります。今ね、楽天モバイルの方が電波が入っていなくて、で UQ モバイル、SIM の2つ目に入れた UQ の方しか、電波が入っていない状態です。まあ、ホテルの部屋の中なんですけど、今までは楽天モバイル通じていたんで県外のエリアでもないですし、通じていたエリアなんですけど、いきなり電波が入んなくなりました。まあ、今回初めてなりました。まあ、なんかこういうことがあるんで、一応まあ SIM2 枚挿しとけばまあこういうトラブルも回避できるんでいいかなとは思います。電波は同時に悪くなっちゃうことはほぼなかったんで、まあ良かったかなと思いました。2日間使ってみて気づいたのは電池の消費が激しいです。はい、今までは2日で電池がなくなることなかったんですけど、2日でもうほぼほぼ 6% でなくなっちゃいました。あくまでもプライベートで使うんであれば、楽天と UQ モバイル挿してやるんであれば、まあ悪くはないかなと思います。まああと仕事で使うっていうんであれば、ちょっと楽天モバイルはやっぱり弱いところがあるんで、あんまりおすすめはできないかなと思いました。おお、ほとんどメインで使ってます今は。 UQ だったら低速高速切り替えできるんで、で節約モードにしてちょっと YouTube とかちょっと急いでる時だけは高速モードに切り替えるっていうことをやってますね。はい、でそうすれば、UQ モバイルの方だけの請求だとまあ1600円ぐらいなんで、でそれでももし、足りない時は楽天に切り替えて楽天の残りの3ギガを使うっていうやり方をすれば、楽天モバイル3ギガのみだったら料金が、まあ、約1000円なんで、まあ、そういうサブ的な、楽天はもしかしたらサブ的な使い方をした方がいいかもしれないです。楽天モバイルでデュアルSIMをやってみた感じ、こんなことがありました。